これはですね、綾瀬はるかさんがね、今めちゃくちゃ忙しいじゃないですか。それでも仕事だけじゃなくていろんなことに巻き込まれてるっていう話ですね。ちょっと前にね、巨額投資トラブルっていうのがねあったんですよね。綾瀬のお母さんがね、綾瀬さんの個人事務所をやってるんですよね。ホリプロに所属して、その資金管理でしょうね、そこからもらったギャラを、めちゃくちゃいいギャラもらうんでしょうから、そのまんまね、届けで出すとすごい金額を税金で納めなきゃいけないので法人化してるんでしょうね。そもそも税金対策の、ね、会社だったんじゃないかなと思いますけど、でもなんかそこでなんかトラブルが起きてるんですよね。また新たな局面を迎えていると。返済を滞り、しびれを切らした出資者が投資グループを相手に訴えを起こしたと。あの投資トラブルが法廷に持ち込まれました。相手が争う姿勢を見せているので長期化するかもしれません。我々被害者にとっては見逃せない動き、前進と言っていいでしょう。この3月に次の裁判が開かれます。その進捗を固唾を飲んで見守っているところですと。広島県を舞台に3人組の投資グループが税理士 A 氏を主な仲介、その税理士 A 氏ってのがやばいんですよね。あの綾瀬さんのお母さんが社長でしたっけ、そう勤めてる綾瀬さんの個人事務所の税理士かなんかやってるんですね。で、地元の資産家から多額の投資を金を集めた。その返金をめぐってトラブルになっているというもので、被害額は10億円を超えるという声も。で、 A 社投資グループの説明によれば、これは金銭消費対策契約という貸し付けで、貸したお金を手元に優秀な投資グループが運用する。ここがまたね、複雑というか変なんですよね。貸してるってことなんですよね。投資ではないんですよね。まず、貸付金の元本を毎月 3% ずつ返済し、あ、元本を返済してんの 3%。 そういうこと。利益じゃないわけね。返済後は毎月 3% ほどの利息か。そこで初めて利息が生まれると。完済した後に毎月 3% ってことですね。メガバンクの定期預金の年利が年間 0.002%。 まあ確かに今そんなもんなのかもしれないですね。めちゃくちゃ低いですよね。年利 36%。 そっかそっか、月 3% ですからね。年利 36% は夢のような高金利商品。その上、貸し付けなので元本割れのリスクがないという触れ込みで、多くの高齢者が老後資金をつぎ込んだと、うん、そういうことですね。投資だったらね、戻ってこなかったらね、元本が戻ってこなかったら自己責任ですけど、貸してるんだったらね、それは保証されてもいいもんですからね。で、その一人が綾瀬はるかの母親だったと。綾瀬の個人事務所の代表を務める母親は、娘の将来のためにという思いで1億円近い会社の資金を A 氏に通じ持ち出したと。それが2020年の春頃だった。でも、綾瀬さんからしてみたら1億ぐらいは安いんじゃないですか、別に。綾瀬の母親たちに華やかな世界も用意された。毎月1回、広島市内の高級レストランでの食事会が持たれていたと。あ、綾瀬さんのお母さん、広島に住んでるんですかね、じゃあね。広島出身なんですか。セレブ会などと呼ばれる会合でドレスアップした出資者が高級レストランのテーブル囲み、投資グループから運用状況を聞き、返金を受ける時もありました。ただ、参加者同士は連絡交換をしていけないという雰囲気があったり、主催者が急に私たちファミリーですと言い出すなど、うさんくささはありましたと。そして昨年5月頃、返金が滞り始めた。綾瀬の母をはじめ、複数の被害者が全額返金を求めたが、対応が進まず、トラブルに発展。で、状況を知った綾瀬はるかは、無知な高齢者を狙った卑劣な行為だと激怒した。ある被害者は、全額返金を求めた。が風向きが変わった。一部の返金に応じたものの、投資グループの銀行口座が凍結された、海外送金などで時間がかかるなどの理由をつけて返金が滞ったそうです。これは返金を求めた他の人も同様な説明を受けていると。で、この投資グループの一人の答弁書は誤解も多く、その内容は争えざるを得ないと反論。さらに実際投資を行っているグループの中核メンバーである人 B 氏は、仲介活動は原告と旧知の間柄にあったその税理士の、ね、A 氏が主体として行ったもの。我々を勧誘した A さんと投資をする B さんが仲間割れをしているように思えて不安でなりません。本当に全額返ってくるのか、
暗淡たる気持ちですと。 A さんは綾瀬さんの家族が代々頼ってる税理士、勧誘の際に綾瀬さんの名前が彼の口から出ていましたと。 A さんは貸し付けの話をする際に綾瀬さんと彼のツーショット写真を見せたことがあったようです。これまずいね。以前カフェで撮ったものだとかで、私は今度はるかちゃんとの食事会があるけどどうですかと彼に誘われました。 A さんと綾瀬さんの親密な関係から綾瀬さんのお母さんもお金を出していることが広まっていったのでしょう。じゃあ綾瀬さん、綾瀬はるかの名前も使われたってことなんですね。 A さんは地元で有名な税理士ですし、綾瀬さんは誰もが知る地元出身の女優さん。この地域で A さんと綾瀬さんの名前が出てきたら疑う人はいません。私も綾瀬さんの名前を聞いたことで信頼ができる話と思い、お金を出すことにしたの。まずいじゃないですか、綾瀬はるかさんの名前出されちゃって。勝手に広告塔になってますね。 A さんは勧誘の一環だけではなく、あくまで交友関係を説明するために綾瀬はるかの名前を出しただけかもしれない。だが受け取る側にとってこれ以上ないほどの担保となった。投資グループの B 氏はこの勧誘方法に疑問を抱いたという。その B 氏が言葉少なに語る。その A さんが綾瀬はるかさんの名前を出していることについては、それは本当に問題だったんです。あちらのご家族、まあ、綾瀬さんの家族は悪い関係になりたくなかったんですけど、避けられる感じでもう近づかないでと、まあ、なるでしょうね。 A さんは昔から綾瀬はるかさんの実家と縁があったようで、綾瀬さんとの写真も見せてもらいましたし、実際勧誘の際に A さんが写真を見せたかは知りませんが、 A さんの立場上を言葉だけでも皆さんに信用されたと思いますと。綾瀬さんは自分の写真や名前が今回のトラブルで飛び交っていることに憤り、呆然としていることでしょう。勝手に名前を使われていたのなら彼女も大きな被害者の一人だと思います。一刻も早い解決のとて。これまずいっすね、ちょっとね。こうね、人気商売とかイメージのいい商売をね、投資詐欺みたいなね、感じに今なってるわけですよ。まあ、詐欺とまではまだ確定しませんけど、投資トラブルですよね。金銭トラブルですよね。これはちょっとね、イメージが悪くなる。まあ、綾瀬もね、忙しい上にトラブルも抱えるんだったらね、なかなかね、恋愛どころではないですよね、と思います。ではでは。